もうあの、都知事選結果見えちゃったなっていうのが僕の感想ですね。あの、多分まあこの4人以外がその票を集める可能性はないので、で、この4人が集まってこの感じだと、多分そのテレビとかであったとしても、ちょっと小池さんを崩せる感じが全くなかったっすね。なので、そのメディアが、 来れば来るほど小池さん有利っていうことになっちゃうんじゃないかなっていうのがちょっと今回の。結局その、あのメディアの注目を浴びて、そのこの人の話聞きたいとか、この人面白いよねっていうのがあると、その人がどんどん伸びる可能性があるんですよ。で逆にその小池さんってここ攻められると弱いんだってわかると、そこをメディアが攻めるっていう形で、その票の動きがあるんですけど、 この平場の話聞いてる限り、あの、小池さん以外の人に、じゃあ東京任せたいよねって思えるほどの魅力的な話ができてるのかっていうと、みんな国政の話しちゃってるっていう。うんだそういう意味でいうと、ちょっと、もう、あの、都知事選結果見えちゃったなっていうのが僕の感想ですね。<laughs> だからい、もうちょっとね、石丸さんがね、はいかいいえとかできちんと現地を取るっていうのをやれば、まだその、 あの、若手が頑張ってるよねっていう傷跡が残せたんですけど、その現地を取りに行くっていうのをやらなかったんですよね。で、石丸さんがそのネット上で流行った理由って、そのやっぱ議会のその、それなりに偉そうな人、あの、年取ってる偉そうな議員の人と、長々発信のやり取りをしていて、その、相手が怒ったりとか、その、 石丸さんが怒ったりっていうその感情が出て、だからこれだけ頑張る人だったら社会は変えられるかもっていう期待感だと思うんですけど、今回のその、この枠内で丁寧にやりましょうっていう、なんかあの、どちらかというとなんか普通の人の枠内の中で終わってしまうという感じに見えちゃうと思うんですよ。なので、 国会議員になるためのステップとかであれば全然いいと思うんですけど、ちょっと東京都知事になりたいという感じがあんまりしなかったんですよね。いや、だから、そうなんですよ。あの、普通に真面目のまともな人なんだと思うんですよ。普通に大学もきちんと出て、あの、三菱 UFJ だっけなんかあの、ちゃんと会社で働いてっていう、あの、真面目な方なので、そういう意味でいくとその、面白さの一点突破っていうのはちょっと期待はできないっていう感じになっちゃったんですよね。 そう、爪痕なんですよ。要はその、小池さんと直接話ができる機会というのが、多分、あと1回か2回ぐらいしかないと思うんですよ。で、ひょっとしたら1回もないんですよ。で、ここで小池さんと石原さんがバチバチ争ってたとしたら、それが今度は、 日本の普通のニュースに出てくるわけですよ。小池さんと石丸さんがバシバシ戦ってるっていう。そのなんか言い方とか怒ってるとか何でもいいんですけど。で、そうなると、あ、石丸っていう人がいるんだっていう認識にもなるし、で、石丸っていうのが小池さんに対して頑張ってるじゃんと。その自民党から支援もらってるってどうなの裏金もらってるような自民党からお金もらってるなんそれとかっていうのを言うと、やっぱ小池さんも答えづらい面があると思うんですよ。だからそれが、そのなんか小池さん答えづらくなってるよねっていう絵面が日本中のニュースに乗ると、じゃあ石丸さんに何か一票入れて、 そそれはそれはでなんか社会が変わるのかもしれれないいってうう期待感が生まれると思うんですよでもじゃあ、今回のその討論会の映像の中で、ここを切り取ったらめちゃくちゃ面白いよねっていうふうにメディアが感じる部分があったかっていう話なんですよ。要はメディアもその視聴率を取るために仕事をしてるので、なのでその、この映像、は面白いよね。よし、これニュース載せたら視聴率取れるよねとかっていうのがあれば使うんですけど、 そのみんな割と終始綺麗とをこうおっしゃる感じになっていたのでそのメディアに今回の映像が使われてなんか爪痕を残すというのはちょっとならなかったんじゃないかなというそうなんですよねだからせめてねあのクイズを出せなかったんですよね <laughs> あのアラビアクイズとかてやったらちょっと多分ね受けたと思うんですよ <laughs> アラビアのそのなんかあの大学カイロ大学に行ってる時代のそのアラビアの偉い人なのらの何でしょうみたいな いやだからもう、うんその多分、石丸さんがまあ、もともと、まともな部分が出ちゃったのか、わかんないですけど、ちょっとその、そうね、あのね、あの、物事の考え方で、事故らないのも大切っていうのが、僕は結構、これが日本を悪くしてるなと思っていて、で、まあ多分、あの、小池さんが普通に勝つんですよ。で、なぜ普通に勝つかっていうと、事故る可能性が低いから。 すでに2期もやっていて、で、まあ別に東京めちゃめちゃ悪い状況にはなってないと。まあ別に東京って誰がやっても悪い状況にならないんだけど、とはいえ、なんか事故が起きないよねっていうのを消極的に選ぶっていうのを割とやっぱやりがちなんですよ。日本って保守派の人が多いので。なので、その、そうすると、じゃあ事故らないのが大切だよねという価値観だと、小池さん、もしくは蓮舫さん一択なんですよ。 ね <laughs> もしくは、だから、二択か。要するに、その、政治家としてそれなりの実績のある人じゃないと任せられないよね。今、その、まあ、今回の、あの、討論会で行くと、玉もさん、石丸さん、で、小池さん、レオンさんっていう人なんですけど、玉もさんは、その、政治家の経験がありません。なので、もうどうなるかちょっとわかりません。で、石丸さんは、一期だけ市長をやりました。 でもその市長の一気の中でもう結構研研学学言われていて、で、そのポスター台踏み倒しみたいな話とかで、あれはどうなので、実際そのじゃあ、秋田方氏がめちゃめちゃ実績上げてますってなったら評価されると思うんですよ。だからあの、明石市の泉市長みたいな、その明石市が地価も上がって出生率も上がってってなってると、あ、すごいよね。じゃああの人東京任せようってなるかもしれないですけど、そう秋田方市で何が起きてどう良くなりましたかっていうのを、石丸さん以外の人が説明してるのっていうのが世に出る機会がほとんどないんですよ。 なので、そうすると、実績、まあ、政治家として、ちょ回すということはできたけど、じゃあ実績はちょっとよくわからない。でも、議会と揉めてた。で、揉め事というのを嫌がるっていう人は日本中結構多いので、そうすると、その、政治家として実績があるだけなので、ちょっとマイナスついちゃうんですよ。で、そうなると、じゃあ、レゴさんってもう長年ずっと政治家やってますと、大臣やってたこともありますと。っていう人と、小池さんの、まあ、あの、2期やってました。で、政治家もずっとやってました。ってなると、やっぱりその事故らない人っていうので、小池さん、 で、もしくは、その、レホさんが、どこまで粘れるかっていうぐらいになっちゃうんじゃな、いかな、と思うんですけどね。なので、このメンツで、その、小池さんと対抗できる人がいるとしたら、その、明石市長泉さんとかが出るとかだったら、まだ対抗の可能性はあったと思うんですけど、まあ、もう、あの <laughs>、その、申し込み、あの、その、出馬できないので、もう手遅れっていうことで泉さん出ることはないので、あの、今出馬してる、50人の中へ選ばなければいけませんっていう話になるんですけど、で、あの、ぴょこたんが、 あのまあその漫画家のぴょこたんが、蓮舫さんを選ぶみたいなのをツイッターに書いてたんですけど、その理由がなんだっけな、現職の小池さんは変えたいと。要するに、ああ現職をずっとやり続ける人がやるというのは、ああ事態が硬直化するのでよくないと。そうすると、蓮舫さんぐらいしか選択肢がないよねっていうのを書いてたんですけど、ああ考え方としては、結局その1位を選ぶことはもうできませんっていう考え方があるんですよ。 で、もう僕も多分そうだと思ってて、その、その、同じ人がずっとやり続けるとか、高齢の人がやり続けるってのは良くないよねとは思うんですけど、とりあえずその東京都、東京都民って、まあ、高齢の人もそれなりにいて、で、保守的な安全を求める人たちもいるので、多分小池さん変わらないでしょうと。なので、その一般市民ができることだとすると、その、泡末候補がどれぐらい票を集めたかというのを、社会にどう見せつけるかというところぐらいが多分、一般市民のできるところなんですよ。 例えばその石丸さんがじゃあこれで50万票取りましたってなると50万票では勝てないんだけどでも石丸さんが50万票を取るということは割と影響力はでかいんですよ 要はその若い人っていうのはやっぱり期待されるよね。尖っててもいいんだとか、そう、YouTube っていうのは活動に結構大事なんだなとか、っていうのになって、その若い人に任せようっていう動きが割とその自民党内でも強くなる可能性があるんですよね。要はその70の人を出すんじゃなくて、40の人を出した方が、ひょっとしたらその票が集めやすいのかもしれないと。なのでそのなんか全然別のそのなんかあの、支持戦とかがあった時に、じゃあそのいつ本来だったら70歳の候補を出すんだけど、ここはあえて40歳の候補を出した方が、若いということで票が集まるかもしれない。みたいな形で、その、 若いというので票が集まるよねっていうパターンとか、あとはその、あの、エンジニアの安野さんっていう方があの出馬してるんですけど、で、まあその政治経験もないので受かることはないんですけど、でもその、IT 系やってます。その、それなりにこう、あの、IT の中では実績があります。で、それを捨てでも東京を良くしたいですって言ってる人がいると。で、その人たちに票が入るってなると、もう政治経験全然なくて、で、あの、何にもない人って、 その、入れてもしょうがないんですよ。要は、その、お笑い芸人とかが政治家になりますとか、インターネットコンビニ店ンが政治家になりますとかって、だってお前政治家になれなかったらもう食えないじゃん。だからなんか政治家になってるんだろうっていうタイプの横山なんとかさんみたいな人とかは、その、政治家になるしか食う道がないから選んでるなので、そういう人は評価されないんですけど、他で全然食えるにも関わらず政治家を目指そうとしている。であれば、それなりの覚悟があるから評価しようっていう考え方で、これだけの票が集まるっていうのであれば、安野さんありだよねっていうパターン。 で、あとその、東京都と一緒にあの、住民監査請求とかで、その、あの、国家賠償請求をやってる、あの、ひまそらあかねさん。で、ひまそらさんのニュースって多分ほとんどテレビとか一般ニュースは出てないと思うんですけど、少なくともその NPO 周りとかに変なお金使ってるよね。で、それをちゃんと訴えて、で、住民訴訟で勝つって、 なんか10年ぶりとかなんかそれぐらいなのかなほとんどないんですけど。っていうので勝ってるよねっていうので。で、それが、でも一般ニュースにはほとんどなってませんと。で、ひまそらさんが出馬してるよねっていうのも多分ネットユーザー以外ほぼ知らないと思うんですけど。で、ただそのひまそらさんが、じゃあそこで10万票取りましたってなると、要はその NPO みたいな公金中中している団体にお金を流すということは良くないことなんだな。 もうちょっとちゃんと控えめにしなきゃいけないよね。というのが、割とその政治家の中の基礎認識として広がる可能性があるので、なのでその,そのひまそらさんみたいな人がそれなりに票を取るというのも意味があると思うんですよ。もちろん受からないんですけどね。 なので、その、あの、安野さんだったり、石丸さんとか、その、今更さんとかっていうのは、受からないとは思うんですよ。ただ、その人たちが票を集めるということが、その後の社会にとっては、いいことになるかもしれないので、なので、まあ、どうせ小池さんだよね、っていうので、じゃあどうせ小池さんだからもう行かなくてもいいや、とか、っていうんじゃなくて、小池さん以外の人に入れることによって、社会で、社会の人たちっていうのは、こういうところをちゃんと意識してるんだとか、ここを大事だと思ってるんだっていうのが、まあ、一人一票で可視化されるので、そういう意味でいくと、まあ、あの、それなりに、 都知事選は皆さん選挙にいた方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、僕全く関係ないんですけど <laughs> 東京都民じゃないいんででねはど、い、どうもどうももす今回は注目を集めてる東京都知事選についいてて話していましまた討論会を見てると小池さんは質問に明確に答えたりはせず全然違うことを言ってはぐらかしたりもするんですけど他の候補者の人も小池さんを全然詰めないから小池さんが質問に答えてるって印象になる人もいるんじゃないかなと思います。 討論会については概要欄にリンクを貼ってありますので、気になる人は見てもらえばいいかなと思います。それでは今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。